なぜこのモナリザの表情が変わって見えるのかなんですけども、大きな理由は2つあります。まずですね、これは誰でもあるし誰でもない、別の言葉で言えば個性がない普遍的な人物像だからなんですよ。逆に見る人の個性が反映されて、見る人によって表情が違って見えるわけですよ。モデルいるんで、いるっていうかいたんですよ。途中まではいたんですよ。で、途中からいなくなったんですよ。途中がいなくなったってどういうことだって話でしょ、うん、もう一つは何度も何度も塗り重ねをしたわけですよ。この塗り重ね、これがですね、このモナリザの表情が変わって見える2番目の理由。